フレームからもなんとお年玉を差し上げようと思いまして。今入りづらいですか。関西弁出てるよ。走ってる自転車と、なるほどね、自転車と一緒に踊るっていう。せーの、フレームチャンネルへようこそ。自転車技師声優の岡田正孝です。関西出身ローディのゆかりです。はい、皆さん明けまして、はい、おめでとうございます。まあ、これね、撮ってるのは12月なんですけど、はい、内緒内緒ゆかりさんはお正月は何してるんですか。お正月は実家の神戸に帰って家族とゆっくり過ごそうと思ってます、うん、あ、いいですね、うん、僕もですね、あの実家の島並街道帰りまして、うんうん、え、毎日ライド楽しもうかと思ってます。まあ、実家帰るとね、ちょっと甥っ子姪っ子にね、うんうん、えらい言われるわけよ、うんうん、くれくれと、あれをね例のね。はい、というわけでフレームからもなんとお年玉を差し上げようと思いまして、はい、お年玉プレゼントキャンペーンのお知らせです。やったー、岡田くん、はい、お年玉って何ですか。はい、じゃあいきますよ、はい、せーの、ということで、はい、こちらがですね、ゴリックスのメンテナンススタンドでございます、はい、メンテナンススタンド。今年のお年玉プレゼントはあると嬉しいゴリックスのメンテナンススタンドを1名様に。そしてなんと応募してくれた方全員にゴリックス公式通販サイトで使える1000円分のクーポンをプレゼントしちゃいます。結構がっしりしたメンテナンススタンドをですね、うん、抽選で1名様にプレゼントなんですけれども、うん、はい、そもそもなんですけど、ゴリックスってどんなメーカーですかっていうのをちょっとお伝えしていこうと思います、はい、ゴリックスですね、うん、大阪発で世界に展開しているゴッツ株式会社さんのオリジナル自転車関連機器ブランドとなっております。そして日本のメーカーらしく随所に細やかな工夫がある商品をめっちゃたくさん作ってると、はい、そしてもうとにかくね、ゴリックスさんね、うん、安いんす、物がですよね、びっくりするぐらいね。そうなんですよ、うん、ゆかりさんもね、あのゴリックスなんか使ってたりします、うん、使ってます。会社用の自転車のサドルとか、うんうん、一番最初知ったのは岡田くんにバッグを教えてもらって、そこから自分で検索してっていう感じですね、うん、ね、あれすごいね、あの防水リュックね、うんうん、前紹介したあれすごい、はい、俺がびちょびちょになったもんね、あのそうバッグは無事だけど、うん、さあ、ということでそんなゴリックスなんですけど、今回そのワークスタンドですね、うん、じゃあこのワークスタンドっていうのがですね、自転車の洗車だったりとか、うんうん、メンテナンスだったりとか、うん、パーツ交換するときとか、そういうときにあるとすっごく便利。自転車屋さんがよく使ってますよね。そうですね、下で作業するからさ、腰とかさ、作業性とか悪いわけよ、うん、だから上にトーンって乗るからめっちゃ楽なのね。洗浄とかも楽ってことですよね。そうシャワーでシャーとかさ、実際ちょっと使ってみましょうか。はい、おし、じゃあこれちょっとお見せしましょう。まずですね、これご覧ください。この箱の中にブワーン、たくさんいろいろ入ってます。ここのところで、この穴のところにどんなメーカー、どんなブランドでも使えるように、このシャフトのクイックリリースの太さや幅変えられるんですよ。めちゃくちゃすごいですね。逆にびっくりしたよね、あ、こんなにクイックって種類あったっけみたいな、はい、思いました。はい、これあのクイックリリースもそうですし、ディスクブレーキのあのスルーアクスルも対応してますから、そう、皆さんのバイク絶対大丈夫。すごい。はい、じゃあというわけでこれちょっとセットしまして、前輪を止めるパターンでいきたいと思います。これもちろんね、後輪もいけます。ほい、で乗っけます。これ BB だね、ここのこれボトムブラケットっていうところ、ここを乗っけます、うん、でここ前輪挟むところをこんな感じでシュポーンと、でここ固定、下のネジ固定ね、そうするとほい、最後バンドでちゃんと落ちないように回してあげるよってことで、ババンというわけで、こんな感じでもう車輪ももちろん回るし、うん、ほら本当だ、メンテナンスしやすそう、はい、これ拭きやす、マジで。あと変速とかもやりやす、マジ。うん、しかもね、ちゃんと頑丈なんだよね。しっかりしてるんだ。しっかりし超してる。やっぱり、はい、この下のね、うん、あのスタンド 1,2,3 本あるやつがしっかりしてるからなんですかね、うんうん、しかもこれね、実はね、高さも地味に調整できるのよね。あ、本当だ。そう、さっきちらっと見せたけど、これあの回りますから。おお。すいません、ここ、うん、ダンスしてる自転車と。なるほどね、自転車と一緒に踊るっていう使い方もできるということですね。そうなんですよ。というわけで、こちらがゴリックスのメンテナンススタンドの使い方でした。ハブのところの
パーツ変えてあげれば、あの大体どのメーカーでも大丈夫ですし、うん、これ後輪を外して前輪をつけたままの状態にするってこともできます。なるほどね。はい、すごいんですよ実は。すごいです ね。さあということで、いかがですかゆかりさん、このスタンド。めちゃくちゃ便利で私も欲しいです、うん、これ何気にすごいのがね、うん、BB 受けのところにちゃんとしたクッションがついてたりとか、うん、折りたたみでコンパクトになりますので、うん、まあ使わないときにしまっておくのもそんな邪魔じゃないとか、うん、はい、各種のネジも結構大きめに作られてるんで、すごい握りやすいというか使いやすいんですよね。嬉しい。やっぱネジが小さいとね、力が入りづらいですからね。そう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 、関西弁出てるよ岡田くん、これはどうやったら応募できるんですか？はい、こちらもですね、フレームマガジンのメンバー登録していただいて、はい、そのサイトの中にあるアンケートに答えていただけると、それでも応募完了です。わあ、また簡単ですね。これが簡単なんですよ、うん、はい、詳しい内容だったりとか、応募期限とかについてはこちら概要欄をご覧になってください。ぜひチェックしてくださいね。それではこの動画を見てゴリックスのスタンドすげーって思った方はグッドボタン、絶対応募して当てるぞって思った方はグッドボタン、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。明けおめことよろ。チャンネル登録はこちら、おすすめはこちら、僕のおすすめはこちら。あ、ソーセージもいいっすね。